ングして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はデイライトニング、デイライトニング先頭、残り 200m、 先頭はアリダイヤモンド、先頭はアリダイヤモンド、アリゾナーテル抜けた、アリダイヤモンド追いすがります。アリゾナーテル、アリゾナーテル1着、2着にはどうやらメジロコンコルド、1番人気に応えました。アリゾナーテル見事です。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで激戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のマイネルアゲイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは千両役者ナイキレディ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがナイキレディ、続いていくのが千両役者、黄色の帽子ミスターボーイ、その後ろ、その外にメジロアランジェラ、リキアイノーザ、そのうちに続いています。内からはミスターブランディ、その外からヤエノムテキ、その後ろにベルベットグローブ、オレンジの帽子サンキンハヤテ、その後ろ、内からはメジロモード、並んで5番メジロストリート。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。前はナイキレディ、まだ粘っています。2番手は千両役者ミスターブランディ、3番手バンブーメモリー、後退バンブーメモリー、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はナイキレディ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ナイキレディ先頭、ナルシスノワール先頭、2番手はリキアイノーザン、残り